うわ、何これ、きしんどるし。どうすりゃいいんだこれ。大丈夫、これ、うん、せっかくだから行ってみよう。朝の気温は寒いです。4度ぐらい、中にちょっと厚手のフリースとかも着て、羽織も羽織って、アウターも羽織ってきました。こんにちは、ともです。今回は長野県木曽山脈の南西、日本三百名山渚岳に登ってきました。気の抜けないアスレチックな急登の先には、日本三大アルプスが望めます。それではどうぞ。リンクホルダーがについてて、ここにはお菓子が入ってます。今日初めて使うんで、どんな感じかちょっと楽しみです。
今のところは歩きやすい道が続いてたけど、こっから結構登るみたい。こっちが下山で降りてくる道、こっちが登り。2キロぐらいなの？2キロだ。すぐじゃんと思ったけど。なんかすごいし。どうかな。どうしよう、こんなとこで行き詰まってたら。チックだな。こう行ってこうじゃないかな。わあ、なにこれ、きしんどるし。どうやって行けばいい？大丈夫。気をつけて。ロープがなんかその杭みたいなのが杭って見てるとそんなでもないんだけどね。なんでかなとか言って。まあいっか。楽しい？道が出てきたね、ここ。今どこらへん？今。わかんないな。
ぽいね。日陰は涼しいけど日が出てくるとやっぱり暑いね。いい、すごい雰囲気。すごいね。見ちゃいけなかったね、これは。すごいわ、これ。そびえ立っとるね。気をつけていきます。そうだね、岩コースとさ、階段コースの分岐だわ。こっち行くと岩のコースで、こっちは階段コースなんだけど、ちょっとダメダメ、そんなの。みんなで一緒に行かないと。いけんことはないけど、うん、這いつくばっていかな。ほんと、ショッキングなんだけど、まだ530もある。そんなアホな。だってさっき1300いくつで出てたよ、メーターでしょ。うん、歩いて500は縦の距離ってことじゃないんだね。こんな感じの笹の道が続いてます。なかなか急と。あと 530m って書いてあったけどね、もうちょっと頑張ります。途中景色が綺麗で登ってて気持ちいいです。あとちょっと頑張るぜ。ちょっとやったいね。それ何？ストロベリー味？甘くなかったですね、やっぱり。
きなりすぎる突然見えたね。着いた着いた着きました。南違うわ、なぎそだけ頂上登りきった。眺望はないけどね。1677m ネギソだけ。ネギソだけじゃない。なんだか、ナギソだけ。もう一回言って。ナギソだけ。ナギソだけ。この岩の反対側に景色が綺麗な展望台があるみたいなので行ってみます。どんなかな。おお、すごいすごいよ。見て見えて見えないかも。すごい展望。
まだ終わってないけど、いいヒントがね、なんか、うん、いい山だね。さすが300名だね。ねえ。うん。景色が素晴らしい。ねえ。階段、うん、そこかな、もっと長い階段、うん、短い、うん、せっかくの鳥の鳴き声すら耳に入ってこなくなってきちゃった。まで行っても行けば怖くない。怖くないとかじゃない。目が回るのに。グラグラなとこある？グラグラなとこはなんとこなかったけど、これ見たらダメな木、この角材ダメだよ。うん、いや、階段めっちゃ怖かった。長いよね。まあまあな。そう、全然下っても下っても終わらないから、いや、そうか。いやいやいや、気をつけて下って。
1時56分電車まで戻ってきました。また起きた道を戻って行きます。